男性目線で乙女ゲームを攻略解説するスタンドマイヒーローズスタマイのゲーム実況配信を今日もやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイ、クソガッキーと名付けております。今回はメインストーリーではなく、こちらの期間限定イベントの復刻版、名コンビ誕生、君が俺で俺が君の続きからお送りしたいと思うんですが、まあ、今回のお話はですね、こちらのユイさんが作った謎のドリンクを飲んだせいで、まあ、あらゆる登場人物たちが違う風に入れ替わって見えてしまってるっていうね、不可解な奇妙なストーリーとなっております。まあ、その様子もねコミカルに描かれておりますので、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。というわけでして、まあ、この状況をね、警視庁のメンバーに説明しているところからでしたね。へえ。ああ、それは愉快だこと。こちらはね、見た目は渡部さんだけど中身は服部さん。ふう、愉快というか、何ですか、その非現実的な状況は。こちらは見た目は菅野くんだけど中身は朝霧さんです。私もそう思います。なるほど。じゃあ今、ユイからは俺が司さんに見えてるってこと。こちらは見た目は朝霧さんだけど中身は菅野くんという状況です。見た目はもちろん声も背丈も完全に朝霧さんだから、ものすごく明るい朝霧さんがいるって感じ。変なディスりも入りましたけれども、え、面白すぎない？じゃあ聞いて、司さんが絶対に言わないセリフシリーズ。もうこの状況楽しんじゃってますね。は？ラーメン大嫌いですよ。夏希、もう他人事ですね。はぁ、揃って出入り口塞いで何してんすか。荒木田さん。お前来てたのか。荒木田さんは、荒木田さんですね。もう当たり前体操。は、なんかよくわかんないけど、ユイには俺が今司さんに見えてて、司さんは俺で、ヨウさんは渡部さんらしいですよ。おい、お前は何を言ってんだ。ですよね。でも本当なんだろ。はい、困ったことに、こいつ働きすぎてついにおかしくなったのか。ああ、荒木田さんの視線が哀れみを感じる。それにしてもヨウさんが渡部さんとは面白いですよね。へえ。俺が渡辺くんにね、本当に愉快だこと。これは全然愉快じゃないやつ。同じ嫌でも渡辺さんとは言語表現が正反対だな。これを面白がれるほど私の心臓は強くないけれど、本当に二人は違うのだと改めて感じてしまうけれど。はいよ。はい、服部。何？ああ、はい、もう裏取れてるから。え、服部さんの表情が変わった瞬間、外見と雰囲気のちぐはぐさが消えたことに思わず驚く。ふと真剣な仕事の顔に切り替わったその姿は、服部さんではなく渡部さんそのものだった。ちょっとびっくりだけど、今まで意識したことなかっただけで、こういうふっと切り替わるところは確かに普段から似てるかも、まあ似て非なるもの的なところはあったのかもしれませんね。じゃ、よろしくどうぞ。ようさん、何か引き継ぎますか？これは朝霧さんなんだよね。問題なし。うん。そういうわけで、俺は帰るから、ま、頑張りなさいな。お帰り、ですか？まだ午前中だけど。なあ。ようさん、今日もともと休みなんだよ。呼び出されて出てきただけで。あ、そうだったんだ。ふわぁ。お疲れ。じゃあ、お疲れさ。お疲れ様です。ふう、では俺たちも仕事に戻りますよ。はい。はい。じゃあゆい、頑張って。何頑張るのかはよくわかんないけど。ありがとう。あ、なんかもう複雑だよ。まあできることからやってみるよ。そして
さてと、次はヒカルくんか。服部さんたちの見え方についての報告メッセージを送信した後、ヒカルくんに LINE で今日の予定を聞いてみる。わ、さすが返事早い若者。今日は一限から授業で時間が空くのは午後か。どうしようかな。え？あそこにいるのって、ん？やっぱり神楽さん？本当に神楽さんかな？どうして神楽さんが警察に？私に気づいた神楽さんは軽く手を挙げて挨拶しながら歩み寄ってきた。とてもにこやかな表情を浮かべながら。じゃあ違いますね。なんだか非常に嫌な予感だ。来てんだ、お疲れ様。お疲れ様です。どうしてここに？うん、あれ前に言わなかったっけ？ここのお得意様、基本的には俺の担当だって。確かに聞き覚えはある。でもそう言ってたのは確か神楽さんじゃなくて、なんかミルクボーイみたいになってきたな。いや、それにしてもゆいちゃんに会えるとは思わなかったな。ゆいちゃん！その一言で嫌な予感が限りなく確信に近いものに変わってしまった。もしかして羽鳥さんですか？ああ、本日何回目かのイケメンのキョトン顔。そうだけど、やっぱり神楽さんに見える羽鳥さんだった。ねえ、もしかしてってどういうこと？いえ、その実はですね。いや待てよ、こんなこと羽鳥さんに話したら死ぬほど面白がられてしまうのでは。確かに菅野くんですらあんなに楽しんでいたからね。そしてなぜかわからないけれど、最終的に神楽さんに私が怒られる気がする。そんな予感もしますね。 いえ、なんでもないんです。変なこと言ってすみません。ふーん、そう、何かあるなこれ。こうなると神楽さんが羽鳥さんに見えるかどうかは確認したいところだけれど、とりあえずこの場を無事に切り抜けてから考えよう。あのさ、ところでゆいちゃん、今日のランチの予定は？え？これから檜山に報告に行くんだけど、そのまま一緒に食べる予定なんだよね。うわー、こうやってねうまく巻き込んでいきますね。よかったら一緒に。いやー、こんなね神楽くんからはなかなかかけてもらえないような声のかけられ方していますよ。檜山さんと神楽さんとランチ。神楽？ああ、もう違う、これは羽鳥さん。ああ、いい、羽鳥さんと神楽さんって仲良しなので、つい羽鳥さん、羽鳥さんと檜山さんとランチですね。うん、そうだね。それじゃあせっかくだし神楽も誘う。ああ、もう紛らわしいよ。え、ほら俺たち仲いいから。もう察してるな、ちょっと。なるほど、まあこういう形でね、大学までの時間つぶしをここで過ごすことになったわけか。ではごゆっくりどうぞ。うん、ありがとう。どうしてこんなことに。ああ残念だね檜山、せっかくの機会なのに急な会議なんて。そういえば牧くんは？一応声かけたんだけどね。あのさ、平日なんだから仕事してるに決まってるでしょ、バカなの？すみません、羽鳥さんにバカって言われた。いや、中身は神楽さんなんだけど、なんかこう謎の衝撃があるな。まったく、ケイちゃん今忙しいんだから、どうでもいいことで呼び出さないで。食事はどうでもいいことじゃないでしょ。というか神楽も今忙しそうなのに来てくれてよかったよ。ねえ、そんなにゆいちゃんに会いたかった？どの口が言うわけ、騙して呼びつけたくせに。不機嫌な羽鳥さんとにこやかな神楽さん、どういうね話でここに呼びつけたんでしょう。このレアシチュエーションの味が濃すぎて、さっきから料理の味が全然わからない。羽鳥があんな電話してこなかったら僕だって来てないから。そうですよね。檜山が話したいっては絶妙な誘い文句だったな。へえ。つまり
俺が誘ったから来てくれたんだ。だから檜山くんが話があるって言うから来たって言ってんの。出れなくていいのに、俺たちの仲なんだから。何それ、鳥肌立ったんだけど。うん、俺と神楽は仲良しなんだって、ゆいちゃんがね。え、仲良し？あー、いや、まあそうですね、私からはそう見える瞬間がなきにしもあらずと言いますか。目おかしいんじゃないの？今日に限っては一切の否定ができない。うん、異変が起きてるのが目なのかどうかはわからないけど、反応を見てる限りさっきの話は本当みたいだね。ああ、聞き逃さなかったんだね。さっきの話？じゃあ意地悪な俺と優しい神楽、接してみた感想は？感想と言われましても、というか待ってください、その件は神楽さんには秘密ということで、話がまとまったはずでは。あ、もうバレちゃってたんだね。あれ、そうだった、誘う前に神楽には黙ってる方がいいかもとは言ったけど。そっか、得策ですよとは言ったけど約束はしてないと。それです。うん、だから黙って誘ったよね。巧妙の罠だった。なるほど、そうか、この人最初からこうやって種明かしするつもりで。あのさ、ちょっと本当に何の話？いえ、あの、何でもないんです、ただちょっと私の調子がおかしくて、お二人の姿が若干こう、不思議だなという様子に見えているという話でして。まったく、何おかしなことを言ってるわけ？ごもっともです。はいはい、あんまり俺の顔でゆいちゃんいじめないでくれる？その状況分かってるからこそ言ってくるんだね。あたりまでわけわかんないこと。そう見えてるんだって、今のゆいちゃんには。え、俺は神楽に、神楽は俺に、見た目が変わってるんだってさ、俺たち。冗談でも、言っていいことと悪いことがあるんだけど。陽一の嫌そうな顔出た。そしてこれは乗り切ったのかな。そうして結局神楽さんにも一通りの事情を話すことになってしまい、そしてありえない、まあ怒るでしょうね。私もそう思います。で、というかなんで相手がよりによってハートリなの？それは自分の裁量じゃないから。君だけの視界だとしても本当に嫌なんだけど。ああ、よりによってって相変わらずひどいね。相手がマキや檜山だったら嫌じゃなかったの？少なくともハトリと入れ替わるような不愉快さはなかったんじゃないの？もし見た目が入れ替わったのが檜山さんやマキくんだったとしたら、妄想してみましょうと。どうしたお嬢さん、そんな変な顔をして。まったく、用がないなら帰ってくれる、忙しいんだけど。で、また手玉を落として何回同じことすれば気が済むわけ？そういう遊びじゃないんだけど。でも今のは結構惜しかった。いや、お世辞じゃないから次頑張れ。むちゃくちゃですね、これはこれで。何？いえ、何も。それはそれで大混乱だったな。もうすでにゲーム実況者泣かせの状況にはなってるよ。でもさ、人の見た目がまるっと入れ替わるか、どういうことなんだろうね。本当に。そうだ。ねえ、写真に写ってても入れ替わって見えるのかな？写真？ほら、鏡や写真には真実の姿が映るっていうのがセオリーじゃない？はあ、それ幽霊や妖怪の話でしょ。まあまあ、いえ、それはまだ試してないですけど。そっか、じゃあ、はい。はい？え？試してないなら試すべきじゃない？いいんじゃない？
撮れたよ、カグラとユイちゃんのツーショット。スマホを手に取ってから撮影までの流れが恐ろしくスムーズだった。もう楽しんでますね。ねえ、ちょっと、よく撮れてる。はい。ユイちゃん、隣にいるのどっちに見える？ハトリさんですね。あ、へえ。写真でも入れ替わるんだ。本当に不思議だね。不思議だねじゃないから、何勝手に撮ってるわけ。横から伸びてきた神楽さんの手が素早く写真を消去してしまった。でも自分がこの症状収まっちゃったら、ただの普通の写真に見えるんでしょうね。神楽くんとのツーショットに見えるようになっているんでしょう。ああ、せっかくの資料なのにしょうがないな。じゃあ俺たちで撮ろうか。うわ笑ってね。ちょ、ま、顔が近い。あ、ゆいちゃん、ちょっとブレちゃったね。撮り直せ。いいえ、結構です。もうわけわかんないよ。遠慮しなくていいのに。ま、悪い写真じゃないと思うけど。どう？あのさ。なんでこっち見るわけ？いえ、実際には、その顔が並んでいるんだという確認を、自分で自分を洗脳しないとね。へえ。ってことは、この写真もやっぱり神楽に見えるんだ。そうですね。神楽さんがこんな風に微笑んでいるのは大変珍しいなという感じですが。あ、そっか。ああ、そっか。なるほどね。顔は神楽でも表情はそのまま見えるんだ。ってことはって何？クソガキの目には笑ってる僕があんな風に顔近づけて二人で写った写真に見えてるってこと？カグラ、顔が赤いよ。うるさい、クソガキ、それも消して。なんで消してほしいの？俺とユイちゃんのツーショットなんだけど。いいから早く。ねえ、というかハトリ、絶対分かっててやってるでしょ。いや、何のこと？ほんと、そういうとこ。じゃあユイちゃん、 LINE で送っておくね。人の話聞いてるわけ？やっぱりこの二人仲いいんだよな。さあ、きっとあの後ね、神楽くんには散々怒られたんでしょうけれども、大学にやってきました。よし、深呼吸。もう誰と誰が入れ替わっててもいいような覚悟を決めてから入りましょう。はい。ああ、クソガキさん、こんにちは。こんにちは。どうぞ。河合さんとお約束ですよね？うん、ありがとう。潔くん、ゆいさん、来た？はい。わーい、こんにちは。こんにちは。タイミングバッチリ。今、コーヒー入れたところなんだ。ありがとう。ヒカルくんだよね。ヒカルだよ。今王子さんにこんなに可愛く返事をされる日が来るなんて。いや、ヒカルくんなんだけれども。ゆいさん、どうかした？大丈夫。ちょっといろいろあって。よかった。イサギくんとシオンくんはそのままだ。そのままですか？体調が悪いわけじゃないみたいだけど。僕、何かしちゃった？なんとなく視線の感じが僕に対してだけいつもと違うから。ごめん。そうじゃなくて、実は。こんにちは。こんにちは。すいません、お邪魔してま。また来たのか、暇人アンポンタン。これも瀬尾さんじゃないね。瀬尾さん？どうかしたかな？なんで早乙女さんが返事を。待って、まさか。
つかぬことをお伺いしますが、こちらが瀬尾さんですか？いや、こちらもどちらもねえだろ。なんだその鳩顔、豆ならよそでもらってこい。ここも入れ替わってた。そして、こちらは変わってないのかな。事件発生。僕と今王子さんは、俺と育人君が入れ替わって見えるんだ。はい。寝ぼけるのは顔だけにしろ。優しくないよ瀬尾さんが。おかしなことを言っている自覚はあります。ものすごくあります。でも事実でして。体調は本当に大丈夫なんですか？潔くん優しい。それは本当に全然。特定の人以外は人物も景色もいつも通りに見えてるってことは目の問題じゃないよね。やっぱり脳かな。あ、何がどうなってそうなったかは知ったこっちゃないが、ドリンクに含まれていた成分が後頭葉に何かしらの作用を起こしてるんだろう。脳の問題。とりあえず僕らは目の前にいるわけだから原始じゃなくて錯視に近い症状だよね。その場合入れ替わるなんて到底思えない相手に、見えているというのが、ちょっと不思議だけど専門家たちの分析ですね。登場人物はしっちゃかめっちゃかなんだけどね。ごめん、その場合っていうのはどういうこと？ゆいさんの症状ってある意味で錯視とは正反対だと思うんだ。どう説明すると分かりやすいかな。あ、そうだ、タイポグリセミア現象って聞いたことない？初耳。文字の順番がめちゃくちゃでも最初と最後の文字が合ってるとなぜか読めちゃうってやつ。あー、これはなんか聞いたことありますね。確かにあるかもしんない。タイポグリセミア。あ、わかった、あれだ、全部ひらがなの文章の。そうそう。そうそう、それ。脳って基本的には目の前のものをあり得ることとして認識するようになってるんだよね。意識しなくても五感で得た情報から必要なものを取捨選択してできるだけ事象としての矛盾を排除できる形で解釈する。トリックアートとかもその仕組みを利用してるんだけど、そう考えると到底ありえない組み合わせで見た目が入れ替わっちゃってるユイさんの症状は不思議だなって。なるほど。それは理由は定かではないけれど、視覚情報からのボトムアップ信号のうち少なくとも視覚と聴覚がトップダウン信号に大きな影響を受けているという状態なのかな。ふむ。普段あんまり意識する機会がないから忘れかけてたけど、そうだ、瀬尾研の皆さんって研究者気質とそれぞれの専門知識を持っている人たちの集まりなんだった。うん、ここに結衣さんも加えてあげたいくらいだね。しかも全員尋常じゃなく優秀。ねえ、視覚と聴覚以外はどうなってるんだろう。そうだね、見る限りこれといって瞳自体に変化は見られないし、もしかするとさっきからちょっと綺麗なお顔が近いですけど、離れてくださいっていうには微妙な距離だし、どうしたもんだろうか。クソガキさん。 はい。俺が忘れているようなら申し訳ないんだけど、これまでに君が俺の手に触れる機会はあっただろうか。手？いえ、思い出せる限りではないと思いますが。そうか。あ、これは、瀬尾さんとして、それとも、早乙女さんとしてどっちなのかな？なんかわけわかんなくなっちゃうね。この俺ってのはどっちを指してますか？じゃあ、少し、触れてみてもらえるかな。はい？そう言って、早乙女さんの顔をした瀬尾さんは、私の方へ手のひらを差し出してきたというところでね、まあ瀬尾研メンバーの研究魂に火がついてきたところで、今回はこの辺までにしておこうかなと思います。いやー、このイベントストーリー、ゲーム実況者泣かせですね。なんかうまくアフレコできているか自信なくなってきちゃいましたが、まあこれは僕の技量不足ということでどうかご容赦ください。こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくというコンセプトで、やらせていただいています。
いております。まあもちろんね、このスタンドマイヒーローズスタマイは僕がとやかく言わなくてもすでに素晴らしいゲームではあるんですけれども、男性目線で紐解くことでさらに新しい魅力を見出すことができれば嬉しいなという思いで、ゲーム実況を配信させていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。